もともと日本のね、文化の中で生きがいってすごく小さな喜びから始まってると思うんですよ。ビジネスでも、例えば僕以前トヨタの工場に伺った時に、トヨタの技術者たちは中学卒業の方も大学院博士号を取った方も平等に提案書を書いて報酬をもらって喜んでる、満足してるって、その文化を見た時にちょっと待てよと。なんか今グローバル化でイノベーションを起こして起業して、でもう巨額の富を得るっていうことばっかりがスタートなってるけど、全員がそれできるわけじゃないですかね。そんな中ですごくリアルな人生観として、小さな喜びから始める生きがいというのが非常に重要なんじゃないかなと思ったんですよね。で実際ね、その仕事をしている中でもちろん大成功を収めて資産を築くことっていうのはあったらいいですよね。だけどそうじゃない場合もあるし、そうじゃない場合も自分の仕事に誇りを持って喜んで毎日働くために、成功しないと満足を得られないような仮説は僕は十分じゃないと思うんですよ。そうじゃなくて、たとえ成功しなくても、あんまり人に認められなくても、自分が働くことに誇りと喜びを見出せるような概念、それが僕は日本の本来の生きがいなんだなと思います。それを日本人が今グローバル化の中でやっぱり成功しなくちゃねとか、起業して会社を大きくしなくちゃねっていう、ちょっと脅迫観念にとらわれてるところあるんじゃないかなと。これらのことはボーナスなんですね。起業して成功するとかスターになるとか、ボーナスがなくてもベーシックな喜びとして生きがいというのを実は我々ずっと手にしてきたし、それは日本の文化とか伝統社会のあり方を見ると至るところに実はあるんじゃないかっていうこと。僕の場合だったら、例えば朝起きてコーヒーを飲んでチョコレート食べて、そしてまずネットで AI 関係とか時事関係のニュース、日本語英語関係なくチェックするんですけど、それも生きがいですよね。それからブログ書きますよね。人生相談やってるんで、それの回答を書く、これも生きがいですよね。でその後いよいよその日最も重要な仕事を朝のうちにやっちゃうんですけど、それは論文書きだったり原稿を書いたりとか論文を読んだりとか、そういうことなんですけど、それも生きがいですよね。で僕はもう出て電車の中でずっと、例えばスマホで電子書籍で英語の本が多いですけど読んでる、これも生きがいですよね。その時にいろんな人の観察するのも生きがいですよね。ああ最近はこういうのが流行ってんだなとか、食事するのも生きがいですよね。人に会うのも生きがいですよね。僕はおそらく1日を100ぐらいの小さな生きがいでつなげてるんじゃないかなって気がしますけど、そうすると1日が持続可能でずっと同じものになっていくんですよね。生きがいは意識と無意識の対話から生まれるものだと思います。ですから、例えば僕の場合は脳から意識がどう生まれるかという謎を解くというのがライフワークで、これだけはもうずっと旗として挙げてて、一方で無意識の喜びというのはたくさんあって、例えば僕はお昼今日牛丼屋に行きましたけど、牛丼屋に行って波に卵を入れて食べるとすごく美味しいなって、これも生きがいですし、生きがいっていうのはそのスペクトラムでありポルトフォリオであり、でそのなんていうんですかね、小さなたくさんあるものは無意識の方であるわけですよ。これマルティチュードというんでしょうか。一方そのこれが私の目標ですっていう大きく掲げているものは意識の方にあるわけですね。でその大きな目標から小さな多数ある目標まで全てがスペクトラムとしてバランスよく揃ってないと、やっぱり人間ってやっぱり持続可能な働き方ってできないと思うんで、そういう意味においてはその意識と無意識の間にうまく対話をするというのが生きがいの重要な働きなのかなと思いますね。